レディース&ジェントルニャン、ようこそ。何が飛び出すかわからないゲームバラエティ番組、ニャニャニャネコマリオタイムへ。記念すべき第100回、お届けするのはもちろんこの2人、ミスターネコマリオ&ミスネコピーチ。ニャニャニャネコマリオタイム、ニャオース。ついについに僕もまさかこんなに続けられるとは思ってなくて。ちょっとネコマリオ、何いきなり泣きそうになってるのよ。しっかりしなさいよ。そうだったにゃ。今回は100回記念ということで、ここスーパーマリオオデッセイの都市の国ニュードンクシティのとあるライブ会場からお届けするにゃ。ということでスーパーマリオオデッセイを紹介。任天堂スイッチで登場する 3D マリオ最新作、スーパーマリオオデッセイ。ここが都市の国ニュードンクシティね。タクシーも走ってるわね。賑やかで楽しそうじゃない。こんな高いところから大ジャンプだってできちゃうんだにゃ。ちょっと何縄跳びして遊んでるのよ。早く冒険しなさいよ。おほん。マリオはピーチ姫との結婚式を企てるクッパの野望を阻止するため、そして帽子の国で出会ったキャッピーはクッパにさらわれた妹のティアラを助けるため、2人はタッグを組んでクッパを追いかけるんだにゃ。お約束ってやつね。帽子に変身した相棒のキャッピーの力を借りて多彩な帽子アクションを駆使したり、敵や物に乗り移ることができる新たな能力キャプチャーを使いながら、星の国、砂の国、森の国などいろんな世界を縦横無尽に駆け巡るんだにゃ。わわ、マリオ凍えちゃってるじゃない。いろんな国を旅するためには各国に散らばるこのパワームーンを集めて、帽子の形をした船オデッセイ号をパワーアップする必要があるんだにゃ。見えるところだけじゃなくて、隠れたところにあったり、敵が持っていたり、たくさんいろんなところに隠れてるのね。そしてストップ。これが新機能スナップショットモードだにゃ。好きなようにカメラを動かしたり、ズームしたり、加工したり、傾けたりと、お好みのアングルで写真が撮れちゃうんだにゃ。いろんな国に訪れてマリオとの旅の思い出をたくさん撮ってみてほしいにゃ。ちょっと何水着ではしゃいでるのよ。早くピーチ姫を助けに行きなさい。スーパーマリオオデッセイ、私も早く遊びたいにゃ。ってあれ、いつものセットじゃにゃい。キノピオ隊長が間違えちゃったみたいだにゃ。え、直してる間ある人からメッセージがあるから見てほしい。一体誰なのかにゃ。あ、始まるわよ。にゃにゃにゃネコマリオタイムをご覧の皆さん、こんにちは。ゲームセンター CX 課長の兄野です。にゃにゃにゃネコマリオタイムもとうとう100回を迎えたということで、おめでとうございます。すごいですね。もう14年に始まってたった3年足らずで100回更新と、すごいなと思いますね。ピーチの方が意外に毒吐いてきて、課長があんまりゲーム上手くないとか言ったりとかしてたんでしょうけども、放送を見てちょっと心痛みましたよ。課長ちょっと心痛みました。でも100回行くっていうことはすごいなと思います。ちなみにゲームセンター CX は今年15周年を迎えます。放送でいうと250回くらいだそうです。いやー100回すごいですね。
にゃにゃにゃ猫マリオタイム100回おめでとうございます。にゃにゃにゃバイニャー。アリの課長にゃんきゅうでした。課長とポケモンバトルしたのがつい昨日のことのようね。いつかリベンジしてやるんだから。テンタクルズの2人メッセージ、ニャンキューでした。ひめちゃんもイーダちゃんもすっごく可愛かったにゃ。お肌ツヤツヤで羨ましい。クイズネコマリオ Q。 今回のクイズはスーパーマリオオデッセイから出題。相棒のキャッピーの能力を使った新アクションキャプチャー。このキャプチャーは敵や物に乗り移ってその相手の能力を使うことができる、とってもすごいアクションなんだにゃ。ここで問題。砂の国アッチーニャに生息するこのモアイみたいなキャラクター、ミルゾウ。このミルゾウにキャプチャーするとどんな能力が使える？ 1. 地面に潜れる。 2. サンバを踊れる。 3. 見えないものが見える。 4. 動けなくなる。正解は 3. の見えないものが見える。ちょっとどういうことよ。ミルゾウにキャプチャーしてこの特徴的なメガネをかけると。嘘でしょ、見えなかったものが見えてる。見える見える見えるぞ。ダジャレ。各国にはクレイジーキャップと呼ばれるショップがあって、世界中で集めたコインを使ってマリオの衣装を買うことができるんだにゃ。衣装はその国にちなんだものなど様々なんだにゃ。国産に作業服に、え、これは原始人？さてここで問題。衣装の中にはマリオシリーズにちなんだ衣装もあるんだけど、この探検家の服のモチーフとなっているゲームは何？ 1. スーパーマリオランド。 2. すすめキノピオ隊長。 3. スーパーマリオ 3D ワールド。 4. マリオのピクロス。正解は 4. のマリオのピクロス。確かにそっくりじゃにゃい。何のゲームに登場した衣装か発見するのもお楽しみの一つね。マリオはこの帽子の形をした飛行船オデッセイ号に乗って世界の国々を訪れるんだけど、実はこのオデッセイ号には入り口が3つもあるんだにゃ。ここで問題。次のうち入り口じゃないものはどれ？ 1. 正面。 2. 窓。 3. 屋根。 4. 煙突。正解は 2. の窓。それ以外は全部入れるにゃ。まずは正面から。これは当たり前よね。次は屋根から。まるで秘密基地ね。最後に煙突から。嘘でしょ、サンタさんも顔負けね。ちなみにオデッセイ号の中には各国で購入したお土産を置くこともできるんだにゃ。思ったより広くてなかなかかっこいいじゃにゃい。いろんな国を旅するスーパーマリオオデッセイ、いかがだったかにゃ。シティガールの私はやっぱり都市の国ニュードンクシティがとっても気になるにゃ。って、ちょっと待って、ちょっと待って、猫マリオ、そこって、嘘でしょ、猫マリオがいるじゃにゃい。ふっふっふ、そうなんだにゃ。実
実はこんな感じでドットのネコマリオやネコピーチが世界中に隠れているから、みんなもぜひ探してみてほしいにゃ。次のコーナーはピンク、久しぶりじゃない。2人ともネコマリオタイム第100回おめでとうでや。実は僕もある人からメッセージを預かってるんでや。え、他に心当たりのある人なんて誰かいたかしら。それじゃ VTR スタートで。にゃにゃにゃ、ネコマリオタイムをご覧の皆さん、こんにちは。ゲームセンター DX エグゼクティブディレクターの浜口勝です。さあ、この度、ネコマリオタイムがですね100回を迎えるということで、どうもおめでとうございます。私、エグゼクティブディレクター浜口勝は1回も出ていませんが、すごいですね。まあ、いつかね、僕も呼んでいただいて、僕と共に1000回を迎えましょうということで100回おめでとうございます。バイニャニャー。浜口エグゼクティブニャンキューでした。いつか番組にも遊びに来てほしいにゃ。ネコマリオタイム第100回の放送どうだったかにゃ。こんなに長く続けられたのも、これを見てくれてるみんなが応援してくれたおかげよね。その通り。ここまで応援してくれたみんな、本当に本当にニャンキューでした。最後にお知らせ。ご覧の僕たちの 3DS テーマを期間限定で無料配信するにゃ。私たちからのプレゼント、この機会にゲットしてね。そしてもう一つ、今流れているスーパーマリオオデッセイの主題歌ジャンプアップスーパースターのショートバージョンを今だけ無料配信中。公式サイトをぜひチェックしてみてほしいにゃ。にゃにゃにゃ、ネコマリオタイムはこれからもいろんなゲームのいろんな情報をお届けするから、楽しみにしててほしいにゃ。みんな、これからも私たちをよろしくね。それじゃあ